猿氏とは、平安時代から室町時代にかけて、上審の際の発言及びその作成された上審者の発言記録のこと。元は、訴訟機関が訴訟の原告、被告双方の証言を聴取することを門中と呼び、その際に取った記録を門中録、猿式、門中記と称したが、そこの記された証言のことを指した。文中録は文中担当者の文運。 イージっベンサルいかという問いかけに対して、サルーンと、サルという当事者の発言を記した文章が続き、の部分に、当事者の陳弁がそのまま記載された。当時の人々の生の発言がそのまま記載されるため、当時の口合における言葉遣いなどを知る上で貴重な、資料となる。文中期は担当者の質問とソニーの回答、同様の質問とジンの回答といった順番で、 交互に記す形をとっている。担当者は、判決に、先立って門中記を関門形式とした、門中関門、とした、門中勘定、として、訴訟機関に提出し、それを引用する形で、判決文である再挙状が作成された。室町時代になると、室町幕府将軍から天皇及び院に政務に、関する失踪を行う際に、 その失踪の発言をそのまま折り紙に書き留めて、文書として残したものを指すようになる。確か、で結んで、初判は行わない。これに対して、天皇、院の返答が出され、同様に記録されることもあるが、これは、青串と呼称して区別された。ありがとうございます。